さくらちゃん、なんて言ったの？だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。サスケくんなんて、私にとってもう何でもないって言ったの。こんなとこで冗談言っても、面白くもなんともねえよ、さくらちゃん。ただもう目が覚めただけ。抜け人で犯罪者である人を好きでいる必要ないでしょ。私だっていつまでも子供じゃない。現実は見えてるつもりよ。あんたとの約束はもういいの。でも、サスケくんを追いかけるのはもうやめにしない？どういうことに？ナルトが素直に聞くかね。とにかく私に任せて、絶対にこれだけは守って。みんな、たく、こういうことかよ。さくらちゃん、なんかあったのか？あんたを好きになった理由ならはっきりしてる。サスケくんはどんどん離れていくだけ。私気づいたの。ナルト、あのいたずら好きの落ちこぼれだったあんたが素敵で立派になっていくのを。でもサスケ君は罪を重ね、私の心を砕くだけ。でもナルト、あんたのことはこうして触れていられる。いい加減にしろ、さくらちゃん。そんな冗談は笑えねえって言ってんだよ。私はただサスケ君からあんたに乗り換えただけのことじゃない。つくようなやつは嫌いだ。私が自分に嘘をついているって。だっておかしいだろ。女の子が告白することがそんな軽いことだと思ってんの？こんなところまで来るわよ。サスケ君追いかけて危ない目に遭うばっかり。ルービーの準中力で暁に狙われてんのよ。危ない目に遭ってまでサスケ君なんか追っかけなくていいって言ってんの。今すぐ里へ帰ってきてほしいから、あんた追ってここへ来た。さくらちゃんのことが俺も分かってるつもりだ。だからなんで分かんないの？約束の問題じゃねえんだ。自分の一族が大好きだった、愛情が深いやつだから。私を倒した後暁に加担する。そうじゃなかった、本当は。ナルト、さくらちゃんとの約束がなくなっても関係ねえよ。俺は俺自身でサスケを助けたいと思ってる。もう本当のこと言っちまった方がいい。バカー、もういい、私は帰る。ナルト、ごめんね。